信じられんな。俺にストリートファイトを売るなんて。どうも皆さんこんにちは、グラップラーラバーズです。本日はですね、前にやりましたモブキャラクターの紹介の第2弾となります。さて、その今日紹介するキャラクターはこちらでございます。ロビンソンでございます。ロビンソン、誰か分かんないって人も多いと思いますけども、地下闘技場最大トーナメントの時に、出場していた選手の一人になります。ということで、その彼のね、戦いを見ていきたいと思います。では行きましょう。まずロビンソンというのがどんな人かというと、キックボクシングの世界統一ヘビー級チャンピオンなんですよ。なんでむちゃくちゃ強いですよ。そして彼のモデルになってるのが、まあ格好とかそうなんですけど、昔格闘技とかでもよく見たピーター・アーツ選手がモデルとなってると言われてます。そんな彼はね、最大トーナメント編で猪狩寛治と戦うんですよ。猪狩寛治って誰と思いますよね。アントニオン猪木のバキバージョンだと思ってください。猪狩寛治という、プロレスラーと戦うわけですね。ではどんな試合だったか紹介していきましょう。試合開始とともにロビンソンの蹴りが決まる。パンチキックパンチパンチキックキックと、もうロビンソンのラッシュが止まらない。それをガードし続ける猪狩寛治が叶わないのか、やっぱりプロレスラーじゃ叶わないのか、そう思った矢先に猪狩寛治、ロビンソンを掴んで頭突きをかます。ロビンソンひるむ。猪狩寛治後ろからロビンソンを掴んで、そのまま投げっぱなしジャーマンを決める。ロビンソン気絶。試合終了。これだけです。これがロビンソンの最大トーナメント編での試合なんですけど、ちなみにこの後ずっと出てこないわけじゃないんですよ。前回紹介した、ローランド・イッサスとはちょっと違って、その後も1回出てきます。バキのシリーズになった時の死刑周辺で、朝ロビンソンがね、こうジョギングしてるんですよ。あ、ロビンソンだとかね、周りの人も気づいてる。で走ってたら、こう新聞紙が飛んでくるんですよ。ピシャーンつって、で新聞紙横かすめるんですよ。ピシャーンつって、そしたらチラーンつって、死刑囚のドイルが立ってるんですよ。で言うんですよ、いや俺に喧嘩売るなんて信じられないなみたいな。でもこうドイルは近づいてくるわけですよ。でなめてんのかっつって襟を掴むんですよね。ドイルの襟を掴む。掴んだ瞬間にザクってするんですよ。えっつったら、このドイルの服の襟にカミソリが仕込んであって、引くもんだから手切れちゃうわけですよ。こうって切れた瞬間に、切れて、あっカミソリって思った瞬間に、でこのドイルがね、肘をピッてやるんですよ。でピッてやった肘のここの先端の割れ目ぐらいに金属って見えたしたら、もうここからここプシャーって切れて、血がプシャーって拭いて、ロビンソンおしまいです。そのシーンだけです。そしてドイルが一言ね、捨ててるんですよ。所詮はスポーツマンだな。これがね、ロビンソンでございます。すごいなんかあれですよ、期待的に出てくるんですけど、正直ロビンソンの試合登場ページ10ページないんじゃないかと僕は思ってます。こういう強いんだけど地下闘技場ではやっぱりこう叶わない、ダメだったっていうキャラクターがいることで、またバキの世界が楽しくなるわけですからね。またこういう別のキャラクター紹介していきたいと思います。ということで本日の動画は以上となります。面白いと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、こうモブキャラクターとかね、あんまり登場がなかったグラップラーのことで、あいつ忘れてないかっていうことがあればね、ぜひコメントお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。さようなら。せいやー。